はい、おはようございます。大将、アマノと。はい、はい、はい、スマイルです。はい、今日は、純レバ丼っていうので、あれなんかね、大阪どっかで流行ってるというので、ちょっと今日ネット調べましてですね、当店ですね、今所鶏、親鶏の、レバ刺しやってるんですけど、このレバ、白レバーを使ってですね、丼を作る。新しい新商品、これバズらせようということで、一回作ってみました。作り方、この白レバーを、低温調理して、こちらは、特製のタレをかける。こちらは？こちらは特製のタレとこの白レバーを一旦鍋で炒めて、ちょっと風味を出したような。さっきちょっとだけ、はい、半生の状態で食べれたなということで。はい、じゃあ最初ははい、そうしましょう。そうします。そうします。これが一番楽しいんですよ。いやブチューブチューブチュー。ダブルブチュー。ブチュー。じゃあ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 はい。かけまーす。こっちは。かけまーす。はい、じゃあ実食。実食。試食できるかも。かも。うん。白レバの、今日は白レバ祭りでございます。はい。はい。レバカツもいきますね、これね。レバカツもできます。はい。レバカツが多分試食で一人。今日。1本。今日明日もですね。明日も営業するんですよ、なぜか。明日も。明日、明後日。明後日もありますんで。はい。らしいです。待ってます。はい。休めばいいのにね。